はい、こんばんは、シャリです。今日はね、ウィーニングイレブンアプリやっていこうと思います。はい、それで、まあ、ちょっと僕がウィーレアプリで、まあ、最強だとね、思う、選手がいるんですよ。その中にいるんだけど、まあ、わかるよね。これ見て、普通に、シンプルに能力値だけ見てね、最強ってもわかると思う。はい、この選手です。ディエゴ・マラドーナ。ただの総合値は100、うん、でステータスこんな感じになっております。やっぱ相手物でしょこれ。だって全部95よこれ。ヘディングもなんか86あるし、スピードも80ある、全部高い。フィジカルコンタクトも81あるから、一応でボディコンも高くて、スタミナがちょっと不安なぐらい。他は全て最強です。まあ、あと逆足精度がもっと高ければよかったけど、まあ、マラドーナでこれ3もらえてるってことは、まあ、意外とまあ良かったかなと思う。はい、スキルもね、こんな感じ。ダブルタッチとルルって2つ持ってます。スルーパスもある。低弾道ロボもあるし。でも問題はね、このナンバー10なんだよね。この入れアプリがナンバー10ちょっとあんまりね、みんなから好まれてないんだけど、まあね、しっかり俺はまあこのナンバー10を使いこなしていきたいと思います。まあでも基本的に、もしかしたら、こっちのベッカム動画になっちゃうかもしれないんだけど、はい、そこだけはちょっと、見なかった方がいいですけど、基本的にこう右からバリ攻めていって、どんどんこっからもクロスでクロスで放り投げて、リサイル率の入れしなんで、これその中入って、この3人、もしくは、ここら辺にマラドーナで決めたいと思います。はい、それではじゃあ行きましょう。はい、お願いします。大勢。レーティングがちょっと、あ、前も俺も1400ぐらいあったんだよ。うわ、なんかちょっとな、最近やってなくて、ちょっと、少なくなっちゃった。メドベド入れます。はい。メドベド入れます。こんな感じでいいかな。相手に見ましょう。サントスだ、もうサントスだ。強い。ロビカル、ミイラが上がってロビカルも上がって、そこ狙っていきたい。相手の左か。こっちのやっぱベッカムでどんどんクロスで放り投げに行きたい。なんでみんな使ってないのかわからない。持ってないのかもしれない。持ってるのに100使えるとないんだよ。チーフが俺ともいいと思うけど、ミッチーミッチーでもいいのか、ちょっと見てみて、わかるよ。ブルーの振りなんですか？怖いな。真ん中がこっち噛んでると、ゲンデージでガチガチで固めてるから。はい、しっかり、後ろを回して、奥に放りは、取られないです。抜けるか。落としてくれ。いやー、厳しいか。なんか来たぞ、マルガンと。なんか全然わかんなかった。くっそ。右。なんか最後まで言われるんです。なんか、それは、頑張っております。じゃあ、これ。大きいでー。ベッカム。やっぱでも、ベッカム、右の、クロスで使うな。サイドバック欲しいね。いやー、強い。抜けなかったけど。どうだどう？よし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 。マラドーナちょっと何もやってないけどね。まあでもボールは持ってることは証明できたと思います。あんなね、適当に何もスキルムーブにしなくても持ってるだけでちゃんとボールを保持してくれるから。よしよしよしと、アディパスすんなマラドーナ。ダメダメ。おお、はい、
クリちゃん。クリちゃん、クリちゃん。おーい。こいつ危ない。大丈夫ですか？いくら LP やろ。いや、怖いなぁ。さ、レーティングが下がりすぎちゃった、ほんと。3ヶ月ぐらい一時期やってなくて、久しぶりになんかやりまくったら、もうめちゃくちゃ連敗してさ、200ぐらい落ちたんだよね、普通に。なんか見てみる。あ、終わった。お、ブデル！ちょっと下手くそすぎたな。やべ、弱れた。言ってんじゃないですかこれは。おーしえ。よし、相手ノイヤーか。ノイヤーっぽいな、みたいな。せーかな。消化したいじゃん。お、しっかり、しっかり、しっかり。寄せて。あ、危ない。ちょっとなんか、運がいいっすね。内容では負けてるけど、はい、全部終わりました。シュート1本しかない、2本か。まあまあまあ、相手2点ぐらい取られてもおかしくなかった。センターホールコール使いたかったから。ガチで使う人は多分あれだと思う。センターフォワード。いや、ベッカムとロナウドが強すぎたんだっちゃう、これじゃ。ベッカムか、もうなんか敵投げるっていうのもさ、前なんか真ん中が合わせてくれるからさ。おしゃれしすぎた。カンテちゃん頑張れ。また、また怖い。インザーゲもいんのかよ。EDM 来シーズン20、EDM 2021、アドリアのアタッチアイコンコンボ思ってるからさ、インザーゲ欲しいんだ。行きます。トップになったからな、トップの方がいいよね。 OMF だとやっぱちょっと守備しちゃったりするからな。じゃあ銀でしょくわ。シャルビスに行きます。私最初の方しか行ってないけど、実はなんか選手の方がやっぱり嫌だろうな。増やし提言かな。後半めちゃくちゃしたけど、そしてまあベッカムがやっぱ強すぎたね。世界が変わったベッカム。いけてるかな。どうなの。いやマジか、そうなんか。
リシャルリソンに渡して、そう、一回パスキャンセルしたい。あ、もうパスキャンセルしたいんだよ。もうさ、なんで、売り2020でさ、パスキャンセルなくなったの？流行ってよね、去年。ほんと謎。あれ、感じ止まった、今。入らないよ。あぶね、なんか、スポンとしてきやがって。高いから。全然俺で上手くないんだけど。俺でも、どれで突破できるっていう。いや、この、よくちゃって、見なかったことにしなさい。もうなんかさ、さらに、なんか、トンカ打つと、打てないんだよ、なんか俺、こっち楽しい。毎回ニアに行っちゃう、ちょ、分かってくれる人いないから。終わりました。前半シュート決められなかったのがありますね。ちょっとこれじゃあ、ちょっとマラドーナ使いこなせてないんで、じゃあ CF で使います。はい、クロップ、これクロップ監督のセンターフォワードを使います。まあ、ちょっとブルトップ的なね、ちょっと動きをしてもらって、開いたところに、ね、こいつら、このね、神たちに、ね、走り込ませてくれたい。めっちゃ不便かなと思います。はい、お相手、神様と来たのは、カズキ様。カズキ大好きだったね。メッシ不調だけど、まあ、いった。B6? B6 か。メッシ B6。B 型だね。ちょっと前に行くか。なんか、スタッフが誰かいいけど、低いんだよ。違うよ。あんまりね、コンディションで、こう走ってくることも、気にしてます。どっちもウィングストライカーだから、あんま中入ってこない気がするけど。しっかり幅取ってきた。無理。ちょっと待った。何が痛いの？え？どこにする？キーパー？ナイスキュー！いやー。気がしていいね、さすが。何回もやらかしてるけど。やるときは止めるんよ。でも、このコーラスマジ来て、危険。オンボロマジするかな。ほら、クリアして。何やってんだよ。ちょっと焦ったキーパー出てきて、まあ、お互い様かこれね。空いてるよ。マヌラスレディが強くね。え、ファールない。いけなかったね。くるっとね、回転して、あー、決めしたね、今。チュートがいたくさった。あ、でもやっぱり、ドリフトより50分高いね。やっぱり、すごい。くるって見ると簡単にいける。腹もいける。体が落ちてきて、空いたところに行かないといけない。中いるか。まるで空いてる。わ？
った、ごめんなさい。危ねえ。ビクビクに通りすぎた。これちょっと危ないな。やばいな。クリア、クリア、クリア、クリア。このパスよ、このパス。次こそ決めろよ。よーし。ナイスゴール。ナウルがしっかりね、ちょっと、ボールなくてビューティーだったんですけど。ありがとうございました。あ、でも、ちょっと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 、ビールが知ってるんで渡します。どうしよっかな。いや、まだどうなんとかやりたかった。ごめんなさい。煽ってんな。やべ、ちょっと今行かすべきじゃなかったかな。スライディングしていい？しちゃダメだよね。わかった。はい、しません。あー。よっ。しまっちゃうんだよ。不正で。ビール意外と中張るね。外、中張るってちょっとおかしいか。外張ってもらいたいけど。まるでに広がってもらいたい。これは無理だね、絶対。せやない。ことないことをちょっと動画でやっていくね、スタイル。あの、ペルカン。観客？あまりですね、スーパーサブメルトの人久しぶりに見たな。走ってる。どうすればいい？どうする？やめて！俺なんか行って取られてんだけど、いつの間にか。これちょっとトイレ行ってたんだけど、あれ？なんか分かんないな。危ない危ない危ない。いや、もうパスキャッてる。やばい、無理に出しすぎた。ナイスクリバリー。通るんじゃない？いや、通んないから、もうちょっと一番。何やってんの？いや、ずれるか、そこ。ワンボ持ってないのか、今。だからだよな、今。やばい。来たと思ったのに。超惜しい。惜しすぎる。やばい、ハイプレスして、キーパー出てる。やめてね。中、ちゃんとね。今度はクリアだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。マラドーナはフルで使うの厳しいな。インデシがいいな。メッシにすればよかった。
マラドーナに直接行くかも、これ。マラドーナの強さになったんで、コーナーキックから決められるってところね、見せた方がいい。クルトワー、やめてよ。ナイス。クルトすぎたー。ダメ、やめて。もう守備が終わってもできない。あんなことがあったから、ハイプレスさせすぎてるよ、ちょっと。あ、いける、あれどうだ。取れるぞ、あらば、あらば、プレス、プレス。走ってる、サンチェスが。今、スリップしたでしょ。どうせやった、今。おーい。やめてー。